前回のカズグラ、なんとカズさん海底神殿の全体的な水抜きに着手した。ただこれはものすごく時間がかかりそうなので、とりあえずは囲うだけ。ただ一列やってみて分かったよ、これだけでも1時間で終わらないじゃん。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。いやー、寝るか。あー、よく寝た。やっぱりね、馴染ませたベッドで寝るのは最高だよね。ではですね、本日も一発目ちょっとご質問来てるのでちょっと読んでみましょう。カズさん何人ですか？はい、これはね、どういうことだよお前。どういうことだ、日本人、そういうことだ。あ、福井人とか、あ、県民のこと言ってる、あの福井人でございますよ。ねえ、そういうことじゃない？いや、なんでだろうな、なんで私のこの言葉がね、あの、なんか外国人っぽくなんか聞こえる方がいるんでございましょう。いやー、多分ね、あ、ちょっと耳悪いのかもしれませんね。やっぱり人それぞれね、いろいろありますからね。私もね、あの鼓膜がね、まだ現在破れてるので、あの年内にね、あの年内に手術して治す予定でございます。本でね、あの前回ね、あの最後まで見てくれた？うん、ちょっと一応ね、見せておくかね。はい、見えてきましたね。ほら、頑張ったんだよ。たまにはね、私もね、頑張るときはある。ほらほら、なんか内側でね、暴れてんね、内側でね。ぽい。あ、いや、そうだ。水中のね、つけてないから、なんだ、安心みたいなの？このヘルメットに縁じゃないからね、前と違ってすごく暗く見えちゃうんだ。あ、でも出てないね、どうやらね。あい、ちょっと待て。まずいぞ、まずい、危ない。おー、行くとこだった。あー、危ない。そうだ、水中呼吸ね。それも、これつけてないからね、あのすぐ窒息死するとこだったんだ。危ないな。またね、あっちの方はね、今度頑張ります。っていうかね、囲うのより多分手間かかるんだろうね、中の水抜きね。やだ、本当に。さあ、本日もですね、この村ね、あの、いろいろやっていこうとは思うんですけども、いろいろリクエスト来ております。ただね、まだなんかね、コメントあったのでちょっと読んでみますね。カズさんとかけまして、南極のペンギンと解きます。その心は、どちらも滑るでしょう。ごめんなさい。なんか意味がわかんねえな。布団が吹っ飛んだ。爆笑だろ？ありがとな。ありがとな。画面の前でありがとな。だからね、今の謎かけはね、なんか違うよ。ほんでね、こちらの YouTube のコメント欄でですね、皆さん、遊んでいただくのも結構なんですけども、まあ、YouTube でもですね、まあ、ちょこちょことね、なんかいろいろメッセージくるんです。ほんでですね、これはね、あえて私返信してなかった。なんか女子のアイコンがついてるとね、なんかこいつ女子の時だけ変身するんじゃねえかみたいなことがね、あるからね、あの、そこはね、あの、気をつけております。なんかこういうの来たんだよ。終わらせておきますけども、昨日成人式でしたと。今年から幼稚園の先生になるので立派な大人になれるよう頑張ります。よろしければリプ編、お願いします。変身のことリプ編っていうのかな。なんかね、女子の可愛らしいやつでね、あの、なんだ、保育士、いやー、可愛らしいじゃないですか。ただね、これ、引っ掛け、ね、引っ掛けの可能性があったから、あえてね、返信しておりません。いや、なんかでさらされると嫌だよね。カズクラこういうのだけ、なんかリプ編来るんだけど、みたいなさ。まあ、そこら辺は置いておきまして、本日はですね、はい、そうですよ、マクドナルド、こちらの方をちょっと着手していきたいなと思います。まずですね、まあ、リクエストはあったんですけども、なんか、あの、 M のマークが欲しいっていう方がね、ちょこちょこいられまして、どうしようね、屋上にちょっと作った方がいいのかな。とりあえず M 作っとくか。 M、ここもね、途中がね、なんかグダグダになっちゃってる場所があった。あった、グダグダポイントな。これ今の私のね、技術ならもうちょっとコンパクトにいける可能性はね、ゼロじゃないよね。もうちょっとここ頑張ろう今度。ではなくて、まず屋上に、M 作っときましょうか。な、ここが M の、真ん中へこむ場所にしておいて、このままちょっと作っていきましょう。さあ、ではね、早速チェックしましょう。せーの、ブイン。お、
おお、思ったよりいいじゃないですか。よーし、これでマクドナルドがね、このカズクラのワールドに復活した。ほんでね、リアル情報になると、なんかちょっと売り上げ良かったみたいだね。ようやくね、またね、あの復活することをね、心から祈っております。頑張ってください、マクドナルドさん。ではそろそろですね、寝ましょう。さあ、というのはですね、早速ちょっと作業の方に取り掛かりましょう。というのがですね、こんなメッセージ来たんですよ。店だからお金とかをホッパーに入れたら、その分ポテトが出てくるようにしたらどうですか。あー、なるほどね。確かになんか自販機だっけ、そういうのあるよね。ほんでね、ちょっと他にも読んでみると、カズクラには無理。やめろよ、そういうこと言うの。他にはしないんじゃない、できないんだ。こら、最近の私のギミック技術を舐めるじゃない。ではね、早速行ってみましょう。はい、ですね、まあこちらの方で、まあお金を入れたらうんたらっていうシステムなんですけども、ちょびっとだけさっきやりました。ちょっとね、これね、店員さんちょっと取らせてください。で、これもちょっと取って、まずはね、お金入れる場所を作りましょう。あ、ということで、ホッパー、ほんでもう一ホッパー、ほんでこれを、いいよね、いいよね。これ店員さんで、ここに入れるような感じ。ほんで、これもね、自動で出てくるから、もう手もいらなくなりましたと。手ぐらいつけとくか、これ、横にな。で、あー、これ、ホッパーにはつけれないんだ。ここでいっか。ほんでね、ちょっと下の方行きますけど、もうこれ、ホッパー繋いでるときはさ、どっかで見ました。なるほどなと。これね、ホッパーもったいないでしょう。これ、一個壊すんですよ。間にチェストをかますことで、このままね、スルッとここを通って、さらに下まで降りるようになるみたい。あ、でもなんかこっちの向き嫌だな。俺こういうの気にする人だからね。だって俺細かいじゃん。ん？いや、細かいよ。細かいと書いて、カズクラと呼びます。ぽい。な、ちょっと地下の方ね、頑張りましょう。あとはですね、まあ、ちょっと、この中に物が入ると排出するシステムまず作りましょうか。はい、ポイとして、ポイとして。この中に物が入ったら、これで感知。ほんで、これで、ビッとビームが出て、これで、ピコ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 鳴る回路が出来上がり。ほんで、あとはね、ここに、ポイってやって、で、ここを繋げれば、はい、吐き出すシステムが出来上がりでございますね。いくよ。完璧。さあ、では、作業の方入りましょうかね。はい、ほんで、ちょっとですね、システムの方作ってたんですけども、もうこれ分かりますかね？これ自動仕分けシステムで、ここをですね、鉄にすることで、多分ね、うまくいくようになるんですよ、これ。18か。ほんで、ダメなやつは、こっちの方に、流し込むようなシステムでございます。うん、じゃあね、ちょっと、囲うだけ囲っときましょうか。よーし、こんでね、仕分けシステムはできたぞ。これで鉄だけね、鉄インゴットだけ反応するんだ。じゃあ、早速ちょっと動作させてみましょうか。あ、ほんで、そうだ、肝心のやつ忘れてた。ここね、水流しておきます。でですね、とりあえず上に物を流したという意味で、粘着ピストン入れると、うん、あっちで回収されるよね。ほんで、ここで、鉄インゴットをプイッと流したりすると、はいはい、ここ吸い込まれてきますね、こっちの方に。ほんで、この中に、はい、入っていくっていうシステムでございます。あとはもう簡単だよな。あとはいつものシステムをですね、この下にね、作ればいいだけだと思うんです。あ、ただなんか近くにいろいろあるから怖いな、これ。いけっかな？多分、綺麗にやるんだったら、これ必要でしょう。で、ここは閉じて、ほんで次ここだよね。こうする。ほんで、多分ね、これが赤くなってたら、ここら辺なんか、止まる不具合が起こるかもしんないからね。ここら辺うまく接続いかないといけないみたいだね。こうする。ほんで、上の要素を見に行くだけだよな。どうだ？赤い。これ絶対ね、ストップ来るよね、途中のね。入れてみると。ほら、ストップ来た、ストップ。この子が邪魔。よし。こんでいいでしょう。はい、あとどうするのかというと簡単ですよね。多分ね、これね、これ鉄を感知したらね、こうして、ちゃんと分かりやすくね、解説しないと。ちょっとね、今鉄入れるからね。鉄入れますよ。ぽい。ほら。あと、これをね、ポテトマシンに繋いであげれば、なんとかなる。というわけで、行きましょう、早速。できたぜ、多分これ。はい、ポテト自販機の完成でございます。
さあではね、購入いたしま、やばい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 、まずいぞ。あれ開いてない。あれ、何が起きてるんだろう。ガチャンって閉まらないんだ。なんか回路壊れてんなこれ。さあではですね、自販機の方行きましょうか。こちら自販機でございます。例えばいたずらでチェスト入れても、うんうん、なんもならないよね。だけどはい、インゴット入れました1個。おお、ポテトじゃないそうか、変なゴミが入っちゃってたのか。ほな9個入れるよ。ほい、来た鉄インゴットと引き換えにポテトが届くようになりました。はい、とまあですね、こんな感じで終わりたいなと思います。いや、無事ですね、作ることできましたね。やっぱですね、このマイクラにとってロマンの勉強はですね、必要でございますよ。昔はね、できないと思っていたこともできるようになるんでございます。まあもしよかったらですね、まあ今回のやり方が標準なのかな、自販機ってね、多分そうだと思うんですけど、もしよかったら皆さんも試してみてください。以上ですね、ポテト自販機でございました。